おはようございます。速稼塾の久保です。さあいよいよ7月もね終わりに近づいてまいりました。まあ暑い夏もねなんかお盆を過ぎると終わったかみたいな感じがするんですけども、まだね、あとわずかわずか7月の残してましても8月からもね暑い夏は始まりますんで、皆さん体調にお気をつけくださいということで、私はですね27、28日あたりからバリ島の方に行ってまいります。インドネシアの方に8月1日にまた日本に帰ってくるんですけども、まあ、その間にですね例のやつの返礼金というのもあります。今月だけなのか今月からなのか返礼金は30日になっておりますので、それからね金額の大きい方は4回に分けて、入金ということになりますので、皆さんねその辺はまた銀行口座をご確認しながら、それからねやっぱりね概要書面をね読まれてない方がまだまだ多数いらっしゃって、読んでわかることを私に聞いてもらってもいいんですけども、多分ねご自身で読んだ方が私の回答待つよりは早いと思いますんで、もしくは速稼塾のねポータルサイトの方をご覧いただければ、動画で私喋ってますんでね、説明求められても同じことを私言うだけなんで、多分あこれ聞いたことあるなっていう風に感じる方が多いんじゃないかなと思います。さあそして27日関西空港の方に参りますけども、面談がですね3名の方予定されております。時間後ほど送らせていただきますので、よろしかったらいらっしゃってください。楽しみにしております。その他ですね FX の方が昨日今日と大当たりだったんですけども、29、30、31日は私はバリ島のね通信環境の関係もあるんですけども、お送りできないかもしれません。前回もなかなかうまくいかなかったんですけども、ね、その辺ご了承いただいてということになります。だ今回のねインドネシアのツアーも非常に多くの速稼塾の方とご一緒できるということでね、私は全国回ってお知り合いになった方ばかりなんで、なんかお久しぶりみたいな感じかもしれませんね。とってもいいバリ島旅行になると思います。そしてバリ島に行って何をするかというと、 OCBC 銀行そして BRI 銀行なんですけども、こちらがですね今年は 7% なんですけども、来年は金利が下がる可能性があります。5.75% とかになるかもしれません。まあ、いろんなね、国際情勢によっては金利っていうのはこういうふうになってきますんで、まあ今までね高い金利でやってきましたけども、これからの定期預金は変わるかもしれません。まあ何事にもタイムリミットがあるかなっていうところでございますね。さあそれではね、冒頭はなんかよくわかんないことを言ってしまいましたけども、お後がよろしいようで、以上で本日の放送終了です。本日はですねもう本当にね他の速稼塾の更新通知多いと思いますんで、多い分だけすごく重要なことが固まってますんでね、ご覧いただければ幸いでございます。それでは本日もよろしくお願いします。明日また会いましょう。